ガンバ大阪リカウンド実施中。いや今度オカンが試合見に来るんだけど、何がゴミかいまいちわからないんだよね。じゃあ俺がゴミかゴミじゃないか判断するから、何してたいか教えてよ。クッキーのカンカン、ゴミやないかい。さあな、でもガンバのなんよ。いやガンバのはゴミちゃうよ。大事なもんとかなんかこう入れといてよ。聞いてくれる？うちのオカンも家の古いお酒を捨てていいか迷ってるんだよね。それはゴミやな。賞味期限も切れてるし。じゃああの古いワインも捨てとくように言っとくわ。ワインはゴミちゃうよ。古い方がこう味が出て美味しいんやから。ゴミの分別って難しいな。じゃあ俺がちゃんと教えたるから聞いといて。燃えるゴミはここ、燃えないゴミはここ、ペットボトルはここ。大手門学院大学の学生スタッフの皆様にご協力いただき、ご覧の場所に分別用ゴミ箱を設置しています。ゴミの分別は分かったから、ボールの収め方教えてよ。いや話の整理下手やな。ガンバ大阪の美化運動にご協力お願いします。